よはい、どうも。今日はね、はい、見ての通りですね。はい、ガチャですね。ガチャいっぱい、ちょっと入手してきました。全部24分の1です。で、ちょっとね、ガチャをちょっと出かけた時にやる機会があって、で、それで、まあ、24分の1で、これはいいなというものを何個か、まあ、ガチャやったのはこの2つだけなんですけど、これはガチャなくて、買いました。はい、セットのやつですね。はい、ちょっとこれをね、やっていきたいと思います。これね、4つセット。なんか、そう、最近ちょっと話題になってるね。見えますね。RB26 のエンジン。ね、これ4つセット。ね、もうこれどこ行ってももうないんですよ。なかったからね、定価でね、4つ1600円でね、送料だけかけてね、入手しました。4つコンプリートセット。うん、これはさすがにちょっともう、これを最初欲しくて、ガチャ回ったんですけど、ちょっとどこ行ってもなかったんで、この、RB262 エンジンに関しては、ちょっと僕、ちょっとズルをしまして、ズルっていうかな、まあ、1個400円なんですよね、これ。400円ですけど、これが 4種類、CC16、1600円。プラス、送料で、このガチャを、の中身を、ガチャを扱ってるお店から、入手しました。で、こっちの2つに関しては、本当にガチャ、一発勝負でやってきました。さあ、これは何か開けていきましょうかね。ということで、ちょっとガチャ、久々のガチャやったんでね、ちょっと楽しかったんでやってきました。ちょっとやってみましょうか。これね、こっちは何だったっけ。開かねえよ。テープでギッチギチ。テープでギッチギチ。取れた。これは、何だったかな。ガチャもいろんなのが、あ、ミニバイクですね。ミニバイク2、ロードバイク、自転車か。自転車コレクションですね。自転車コレクション。ミニバイク2ってやつですね。ねえ、これで全5種なんですけど、まあ、一回500円もしたんで、ちょっと1個だけ買いました。黄色なんでロードバイクですね、多分。ちょっと開けてみましょう。結構しっかりしてんな。結構しっかりしてますよ。ちょっとやっていく。作ってみま、組んでみましょうか。これはっきり24分の1って書いてあった。おお、結構しっかりしてんな、おい。ちゃんと24分の1って書いてあったからね。おお、なんか、えらいしっかりしてるな、おい。おー。ああ、こういうことか。うん。で、スタンドがないんか、これな。それはもったいないな、スタンドが。スタンドはもう、この固定式なんだね。こういうタイプなんだね。うん。で、ね、ちょっと作っていきましょうね。説明書。フレーム、サドルレバー、ハブからな、あれ？ちゃんと揃ってる？ハブと軸、あ、これか。おー、ネジだ。ハブから、まあ、これ組んでいきましょうかね。前輪と後輪を取り付ける。短いハブが前輪用で。ああ、これちっちゃいやつだね。ドライバーだな。ちょっと後で締めるとして、とりあえず仮締めで。こっちが前輪ね。
こういうガチャは面白いよね。これで前輪がついたと。まあ、閉めるのはまあ後でもいいや。ちょっと。閉まるかな、詰め切ってないから。ちゃんと。閉まるかな。閉まった。最近のガチャは進化してるよね。あのガチャガチャ専門店なんていうのもあるからね。ちょっと後で閉めますね。で後輪がこっちね。後輪をはめる際にゴムをかけると、これでこれをかけて、かかんない。先にナット外せばよかった。外してたよ。これをかけて、でこれを入れると。こうやってね。前かかってないや。かかった。これ動くんだね。手が。よし、とりあえず閉めちゃおうか。これ動くのかね。でもうまいことできてるね。これ精密ドライバーがいったな。よいしょ。はい、24分の1の自転車です。微妙にね、手が震えてるんです。なんでか知んないけど、最近筋トレをやっててね。で筋トレをその2日に1回ぐらいの割合で筋トレしてるんだけど、それでちょっとね、手が地味にしびれてるというか。はい、できたチャリ24分の1。なんかこういうチャリあるのね。でこれをこう立てて、チャリ、ミニバイクだな、ロードバイクにして、まあこんな感じ。でもこれが24分の1なんですね。回るんだ。回るね。ちゃんと回るんだね。ようできてるな、おい。最近のガチャはほんとね、こういう感じでロードバイク的な感じですな、ね。もうちょっと、思ったよりもうちょっとスリムさが足りないというか、まあ自転車ですね。はい、ロードバイクでしたと。これいいね。こういうのはあの24分の1ってはっきり確定してるんだったら、いいですよ。プラモと一緒にね、飾るっていうこともできる。さて次、これで次ですよ。これが、これ欲しかった。これ
思わず見つけて、あこれいいなと思ってさ買っちゃった。あのこれも500円。そう考えたらエンジン24分の1っていうのはが400円っていうのは安いんだね。さあ開けましょうか。あこっちにもついてるやん。ね、よいしょ。あこれですよ。CB750、 24分の1の CB750 ですよ。ね。おおこれも結構組み立て式だね。ああ表裏もあるわ。あデカールもあるんだね。おおフロントホイールの組み立て。あ結構プラモだわ。完全に結構プラモだね。よいしょ。ゴミはもうちょっと抜けてね。ねえ机の周りが汚い。一回これもこっち置いとこう。さあおお完全にプラモだわ。デカールがあってデカールシールだなこれな、うん、結構なシールだな。排気管の組み立て。おこれがトソロもあるわ。塗装もせえってか。あ違う塗装したやつか。はい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 。あ結構しっかりしてるな。ちゃんとピンも入っててすごいね。これ中塗装されてるわ。であいや違うな、濡れって書いてあるな。これ塗装しろってか。ちょっと塗ってみようか。もう今回はあれなんでこれでいくか。シルバー結構しっかりと。この全部シルバーで塗装しろって。チェーンも塗装せえって書いてあるよね。最近のガチャはしっかりしてますな。もう塗ってあるんじゃん。ここシルバーで塗れってか。塗ったら乾かないんじゃない？まあいいけど。でシルバー OK ね。ここもシルバー塗装されてるよね。いいね。塗装しろとまで出てきたかって思うとさ。はい塗った。
塗りましたよ。で、0L1L これか。接着剤も使ってくださいって。あー、なるほどね。これはちょっと作るの手間がかかるな。 0R1R、あ、やっぱりこれ塗らないとダメだな。ちょっともう本格的にプランをやりますよ。長くなりそうだね。こう、あー、はい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 、そういうことね。こいつを、こいつをつけて、うわー、これは完全にプラモだわ。これをこうして、の前に、サスをつけないといけないってか、これか。一回止めるか。ちょっとこれ本格的にやりだしたら止まんないね。ちょっと一回止め、どうしようかな。止めようかって言いながらやってるけどね。難しいなこれ。こうつけて、こう、ここにつけて、ん？見にくいね。あ、そこにつけるってか。これ塗りたくなるな。塗るとかやりだしたらもういよいよ止まんなくなっちゃうね。あ、これは止まんねえや。これは止まんねえや。これをここに入れて、ここと、ここと、
ことここに入れる。はい、入らない。入ったか。入った入った。これで、いやー接着剤まで出てきたよ。でこっちに止めて、で、あ、これか。これだな。これでも大変だな。いや、ガチャだから簡単だと思ってたらプラモだったね、もう完全にこれね。うん。で、こいつを。ここで。いやー。難しいな。手が震えるんですよ。手が震えてるんですよ今。ちょっとね、筋トレしすぎて。あ、うん。こちらを先に取り付けますって書いてあったからな。で入ったか。よいしょ。ここでやってるよね。やってるよね。うん。それで。こいつがこう来るわけね。はいはいはい。うん。ちょっと一回止めましょうか。ちょっと長くなりそうなんで。はい、じゃあ一回止めます。自転車倒れてる。はい、できました。できましたけど、はい、こんな感じですね。物輪としてはまあまあよくできてます。できてますが、正直言います。これ、ガチャの域超えてます。プラモです。完全に。さすがね、対象年齢15歳以上だけのことはありますわ。もうプラモですわ。しかも、結構めんどくさいタイプのプラモですね。びっくりしたのはね、シールじゃなくてデカールなんですよね。全部。ね、普通に水転車のデカールなんですよ。で、しかも塗装指示結構あって、結構割といろんなとこ塗ってるんですよ、これ。ね。だからね、予想以上に手間がかかりましたね。何時間かかった？結局、2時間ちょいかかりましたね。出来上がるまで。うん。結構、まあ、その分、なかなかね、出来はいいです。はい。ただ、すごく組みにくいです。うん。やっぱりね、要素はプラモなんだけど、作りはガチャです。なんで、すごく組みにくいです。組みにくいのと、あと、物が、この24分の1だけあって、かなり細い。から、結構いろんなとこ折りました。うん。でも、つけてないところもあります。なんで、もう、これはもう、ガチャの域を超えたもんですね。ただ24分の1なんで、車と一緒に、自転車の方がでかく見えるな。
ねっていう風になりますんで、はい、ちょっとこれ一回どっかで切ってみます。あ、ちなみにウインカーなんですけど、ウインカーの、ところがこのここにあるんですけど、これウインカーの黄色のところをこれで貼るっていうんですよね。一個作りやってみましたけど無理でした。もう無理だからもう塗りました。今塗ってます、黄色で。もうこっちの方がよっぽど早い、うん、なんで前後のウインカー今まだついてませんけど、これは後で乾いたらつけます。はい、ということでまあ、ホンダの24分の、これ24分の1か、本当に24分の1にしてはちっちゃいような気がするんだけどな。まあでも24分の1って、いや、でも24分の1スケールモデルって書いてあるな。自転車の方がよっぽどでかく感じるんだけどな、うん、はい。それで RB26 はまた今度やります。はい、とりあえず今日は自転車とバイクのガチャを作ったというだけの動画でした。はい、 RB26 また別の日に動画撮りますんで、はい、もう全部まとめてやろうかと思ったんですけどできなかったんで、ちょっとまさかこんなに CB7 班に手間がかかるとは思いもよらなかったんで、それはまた改めてやります。はい、ということで今日はこの辺で、今日はガチャ会でございましたということで、はい、ではまたお会いいたしましょう。バイバイ。